ロレンゾ・ラ・マー・ケインは、アメリカ合衆国ジョージア州、ラウンズ郡、バルドスタ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。愛称は、ロ・ケイン。高校2年から本格的に野球を始め、タラハシー・コミュニティ・カレッジに進学した。2004年の MLB ドラフト17巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。 2010年7月16日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビューを果たした。43試合の出場で打率、306.7盗塁などを記録した。カンザスシティロイヤルズ時代2010年12月18日に、ザック・グレインキー、ユニエスキー・ベタンコートとのトレードで、アルシデス・エスコバー、ジェレミー・ジェフレス、ジェイク・オドリッチと共にカンザスシティロイヤルズへ移籍した。 2011年は、参カのトリプル A 級オマハストームチェイサーズで打率。312.16本塁が、81打点、オプス、877だったが、メジャーでは6試合の出場に終わった。2012年1月18日に、ロイヤルズと1年契約に合意した。小中堅守のメルキー・カブレラが放出されたため、ケインは、次期レギュラーの筆頭候補になった。 2014年2月27日にロイヤルズと1年契約に合意した。同年は飛躍の年となる。中堅種と右翼種で多く起用され、自己最多の133試合に出場、初めて規定打席に到達した。2010年以来、自身4年ぶりとなる打率、300以上を記録。試合数が増加したことで、打数、得点、安打、二塁打、三塁打、 打点、盗塁の各部門で自己最多の数値を記録。初級を423とよく打ち、得点圏でも320の高打率を記録した。守備ではゴールドグラブ賞受賞はならなかったが、フィールディングバイブルアワードの本年から新設されたマルチポジション部門で表彰された。自身初のポストシーズンではワールドシリーズまで進出したが、2014年の 2015年4月23日のシカゴホワイトソックス戦で乱闘を起こし退場処分を受けた。26日に2試合の出場停止処分を課せられた。この年は校長を維持し、オールスターのメンバーに選出された。最終的には140試合に出場し、打率307.16本塁が72打点28盗塁。 オプス838という成績で MVP 投票ではジョシュ・ドナルドソン、マイク・トラウトに次ぐ3位だった。2年連続出場となる2015年のワールドシリーズでは5試合で4盗塁を記録するなど優勝に貢献した。2016年は103試合に出場して打率287.9本塁が56打点14盗塁を記録した。 2017年は159試合に出場して打率。300.15本類が49打点、26盗塁の成績を残した。10月1日の最終戦では FA でチームを離れることが決定的だったエリック・ホズマーとマイク・ムスターカスとアルシデス・エスコバーと一緒にローをねぎらって試合の途中で一列に並んで退場した。オフの11月2日に fa となった。球団は1年1740万ドルのクオリファイングオファーを提示したが11月16日に拒否した。2018年1月26日にプロ入り時のフルスであるブルワーズと5年総額8000万ドルの契約を結んだ。このオフの契約としては4番目に高額であった。ブルワーズはこの契約とほぼ同じ時期に左翼手のクリスチャン・イエリッチを トレードで獲得した。背番号は移籍前と同じ6を着用することになった。この年は打率308.10本類が38打点38盗塁オプス813などの成績で MVP 投票では7位と移籍1年目から活躍した。2019年は148試合に出場で打率26011本類だ。 48打点、18、盗塁だった。オフに、中堅守部門で初めて、ゴールドグラブ賞を受賞した。2020年は、開幕が延期した7月から5試合に出場していた。ものの、新型コロナウイルスの感染予防を理由に残り、試合の欠場を表明した。ありがとうございます。